マー君にだけは歯が立たなかったというか、僕は一番感じたのはマウンドでのこう威圧感、迫力。日本でも勝てる、アメリカでも勝てるってもうね、無敵だと思うんですよね。皆さん、こんにちは。上田清です。さあ、日本にね、嬉しいビッグニュースが入ってきましたね。まあ、なんといっても、マー君こと田中将大投手、日本球界復帰ということで、本当に日本にとって素晴らしいニュースだと思います。よく日本に帰ってきてくれたなっていうような感じだと思います。まずは帰ってくるってなったら、ね、どこのチームになるんだろう。まあ、当然ね、楽天のファンの人たちは楽天に帰ってきてくれと思ってたと思うしね、もしかしたら他の球団もあるかもしれなかったかもしれないし、楽天で高卒1年目から素晴らしい成績を出して活躍してメジャーに行って7年か。まあ今日本というか、まあ世界がまあこうコロナウイルスの影響によってね、日本の野球もね、明るいニュースが最近はなかった中、キャンプも無観客であったり、シーズンもね、いつ開幕するのかとか暗いニュースが続いてる中、マー君が日本球界に復帰したっていうのは、これはもう日本の野球ファンの皆さんはね、嬉しいだろうなと思いますし、僕はね、88年代の、まあ、同級生として非常に楽しみであるし、88年の世代をね、引っ張っていってるのはね、まあピッチャーの部分で言えばマー君とマエケンであったり、まあ、野手で言ったら、まあ、坂本勇人とか秋山翔吾、柳田とかね、その辺がまあ引っ張っていってる中で、マー君っていうのはやっぱり88年間の中ではもう中心の一人だし、すごい同級生がいっぱいいる中で、マー君はやっぱ特別な存在というか、メジャーで実績もありますしね、まだ日本に帰ってきてどんな活躍をするのか、これまた非常に楽しみだと思います。まずメジャーに行く前に24勝0敗という、もう今後出ないんではないかという記録を作って、まあ、メジャーに行って、まあ、メジャーでもね、常に2桁勝利をして、当然ね、日本の野球と、アメリカの野球って違いがあると思うし、でもね、日本でも勝てる、アメリカでも勝てるってもうね、もう本当無敵だと思うんですよね。楽天のピッチャーたちにはものすごい刺激になってると思うしね、またマー君のピッチングを楽しみにしているファンがたくさんいると思うんで、間違いなく日本球界復帰戦っていうのはね、ものすごい視聴率を取ったり、まあ、もしお客さんが入るのであればチケットはもう即完売というようなね、本当すごいことになるんじゃないかなと思います。向こうでもすごい成績を残しているので、新しい姿というか、何かこう新しいものをね、持って帰ってきてるんじゃないかなと思います。いろんなマー君が見れるんじゃないかなと思います。なので非常に楽しみです。まあ、まずはボールが違うってよく言いますよね。日本のボールよりメジャーのボールはちょっと滑るっていう。まあでも、マー君の成績見てると、そこまで苦戦してる感じじゃないのかなって思うし、日本のボールになって、なんかこう、おかしくなるっていうことは、まあ、まずないんではないかなと思います。当然、2桁は勝つと思いますし、楽天にはね、もうこれ以上ない戦力というか、マー君以上のものを求めるものがないかなと。本当に最高の補強をしたなと、そういうところですかね。はい。プロでは対戦ないんですけど、まあ高校の時にあって、その時の印象はマウンドに立ってる姿がね、すごく大きく見えるというか、まあもちろん体も大きいんですけど、なんかそれ以上に大きく見えたというかね、打てるもんなら打ってみろっていうようなね、威圧感というかね、迫力っていうか、そういうのをすごい感じました、打席の中で。変化球を見た時に衝撃というか、まあ、今まで見たことないようなキレだったので、こんな球投げる高校生がいるのかっていうような感じだったし、何よりまっすぐも速いし変化球も切れるしっていうより、僕は一番感じたのはマウンドでのこう威圧感、迫力、まあ、いろんなピッチャー対戦しましたけど、どのピッチャーよりも迫力があったというか、絶対打たさないっていう気持ちが出てたピッチャーがもうマークはナンバーワンでしたね。はい。
ちの学校も、まあ、こう打撃っていうのに関してはものすごい自信を持ってた学校で、圧倒されるっていう試合がなかったんですけど、高校3年間で唯一苫小牧だけ、マー君にだけは歯が立たなかったというか、もう完全にやられたっていうような試合でしたね。完封をされたのが多分苫小牧だけ、マー君だけだと思うんですよ。だから、まあ、思い出に残ってる人残ってるんで、まあ、一応こう神宮大会っていう全国大会の決勝でやったので、僕らバッティングにも自信あったし、どんなピッチャーも打てると思って毎試合挑んでたんですけど、あの試合に限ってはもう本当にお手上げというか、もう完敗っていう感じですね。はい、まあ、あの僕がね応援するってなんか偉そうな感じですごい僕も嫌なんですけど、なんといってもね日本でナンバーワンと言われる実力を持ってるピッチャーなので、成績に関しては僕がどうこう言うあれでもないんですけど、マー君が日本球界に復帰したっていうことで、まだ日本の野球が盛り上がることは間違いないので、人気と実力で日本の野球をねさらに盛り上げてほしいなと思うし、また最近だとねやっぱソフトバンクがもう常に1本2本もね他の球団をリードしてるっていうことで、なんかソフトバンクにはもうどこも歯が立たないっていうような感じになっているので、まあマー君が楽天に入ったっていうことで、これまたパリーグの優勝争いはねすごく面白くなるんじゃないかなと思います。はい、というわけで田中投手が日本に復帰したということで、素晴らしい日本球界のすごいニュースの一つなので、まあ、今回ちょっと YouTube に上げさせてもらいました。投げるのはね楽しみで仕方ないと思います皆さんも、僕もそうですね。なので復帰戦はもうみんなテレビの前でしっかり応援をしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。